はい、こんにちは、アリアです。今回はアップデートで追加されたこのモンスターからのドロップアイテムについてお話ししていきたいと思います。追加されたアイテムがこの3種類、王者の剣、勇者の盾、そして光の鎧、この3種類です。この3種類はストーリー上で勝手に入手できるものになっていますが、ある条件を満たしてしまうとこの装備を入手できずにレシピも覚えられない、そんな不具合があったみたいなんです。おそらくその救済措置として今回のモンスターからのドロップが追加されたんじゃないかと思っています。この装備1個持っていても2個目以降入手できるみたいなんですね。普通にレシピを覚えていて生産してもいいのですが、なかなかめんどくさいというか骨が折れるアイテム使うんですね。オリハルコンとかブルーメタル、そして赤い宝石、そんなものを使う。この3つの装備モンスターからドロップして住民に持たせれば簡単に戦力アップになるんじゃないかということで入手してまいりました。結果は後にして、まずはそれをドロップするモンスター倒しに行きましょう。はい、やってきました。最初が闇闇島のメタルキングです。メタルキングからはこの王者の剣をドロップします。早速倒しましょう。メタルキングはメタルボディで0か1しかダメージが入らないので、できれば毒針を用いると早く倒すことができます。今みたいに落とし穴を掘ってもだいぶ楽に倒せますね。これがまずメタルキングでした。はい、お次がマガマガ島です。マガマガ島のこのミステリードールが勇者の盾、今つけている盾をドロップします。こいつはこの島の崖というか大きな山の上にいますね。こういったモンスター、硬い岩系のモンスターはハンマーで叩くとダメージが伸びるという話がストーリーでありましたが、強敵扱いなので全くダメージは伸びません。普通の武器で攻撃しましょう。はい、以上がミステリードール勇者の盾を落とす敵でした。はい、そして最後が光の鎧を落とすマーマンライン。マーマンラインはザブザブ島の浅瀬にいます。島の浅瀬です。深いところには普通のマーマンがいますね。そちらはマーマンの像をドロップします。そんなに強くないので普通に倒しちゃいましょう。はい、これが光の鎧を落とすマーマンダインでした。はい、以上3匹が今回アップデートでドロップアイテムを追加された3匹でした。メタルキングが王者の剣、ミステリードールが勇者の盾、そしてマーマンダインが光の鎧、それぞれドロップしました。無事にゲットできてよかったですね。うん、と言いたいんですが、まあ今見てもらった通りドロップしなかったですよね。これ 100% ドロップじゃなくて確率ドロップなんです。今回メタルキングからはこの王冠、ミステリードールからは象、そしてマーマンダインからは太陽2匹ドロップいたしました。まあなんというかレアドロップで装備をドロップするようになったみたいなんですね。というわけで、先ほど最初に言った通り入手してきましたので、何匹倒したら入手できるか、そのお話をしておしまいにしましょう。はい、まずはミステリードール、勇者の盾を落とすミステリードールは4匹目で勇者の盾をドロップしました。通常ドロップは3回、3匹倒しても盾は出ずに4匹目でドロップしてくれました。だいぶ早かったです。そして次、鎧を落とすマーマンダイン。マーマンダインは7匹倒しても何も出ませんでした。1回で2匹ドロップするので14個タイを入手して、そして8匹目を倒してようやく鎧を入手しました。まあまあそんなもんでしょう。そして問題のメタルキング、
なんと49匹倒しても何も出ませんでした。毎回王冠でしたね。さっき拾ってきたので記念すべき50個目ですね。というわけで50匹目でやっと王者の剣をドロップしました。だいぶ渋られましたね。というわけでこんなだいぶ確率に下がりますが、まあ数回倒した程度で装備が手に入るなんてことはなかったみたいです。3匹とも島には1匹ずつしか出ないモンスターなので、毎回空っぽ島を行ったり来たりするのはなかなか時間がかかります。結局強い装備が欲しければおとなしく宝石を集めて、そして装備を生産してくださいということなんでしょうか。ちょっと残念ですね。なので強い装備簡単に手に入れられるってことはなかったです。これで今回の動画はおしまいにしましょう。最後にまとめだけします。まず今回アップデート、1月9日のアップデートでこの3つの装備、王者の剣、勇者の盾、そして光の鎧、モンスターからドロップするようになりました。ドロップするモンスターはそれぞれメタルキング、ミステリードル、そしてマーマンダインからドロップします。 100% ドロップということはなく確率でドロップします。こんな50匹目なんてことはないでしょうが、簡単にドロップするわけではないのでお気をつけください。これでこの動画はおしまいです。お疲れ様でした。それじゃあバイバイ。